はい、坂上です。今回はですね、ビッグカメラから2つ今日届いてるんで、そちらのフィギュアの動画になります。でもね、ちょっとどっちがどっちか分かんないんで、この箱に何が入ってるか今分かってません。ちょっと開封しますね。はい、よっとね、動画的にはね、メカゴジラか仮面ライダーギーツのどっちかなんですけど、よっ、ギーツのフィギュアですね。どっちだろう。ビッグカメラですね。ちゃんとね、発売日の午前中に届けてくれるので超優秀です。しかも安いし。あ、リーチですね。納品書がついちゃった。緊張はフィギュアにつけてるな。それやめてほしい。はい、じゃじゃーんっていう。ちょっと待ってくださいね。これ一旦ね、この技術ちょっと箱の撮影するんで一旦止めます。はい、すぐ始まります。はい、ちょっとね、箱の撮影とかしました。でね、早速やるんですけど、今回はね、仮面ライダー技術のね、フィギュアーズでマグナムブーストホームというね、フィギュアの動画になります。はい、じゃあまずね、ちょっと箱から見ていきますね。はい、表面がこんな感じ。まあ、ギーズのね、顔、と上半身で、横がこんな感じ。これは一般発売なんでね、普通に量販店とかで買えますね。ネットとかで。はい、特にプレミアムバンダイというわけじゃないです。皆さんもね、これ見てからすぐね、量販店行けば買えるかもと思うんで、一応ね、これはね、初回限定生産なんで、値段が4400円になってますね。で、これがリピート時、まあ、再販とかなんか、なった場合は6600円なんで、今ね、欲しい方はすぐ買った方が安く買えるんでいいと思います。はい。後ろはこんな感じ。じゃあ、開封していきますね。あれだね、なんか細いテープになってるの。もっと太くなかったっけ。よし、かけますね。よいしょ。かけますよ。ブリスターから取り出しますね。いきなり取れた、いきなり取れた。ベルトが。あ、そうですね。一回この、いつもね、プラを外しちゃうんで。ライダー、このベルトが、よし。ベルトがいきなり取れるというハプニング発生中。すぐ戻します。普通にかっけえな。ちょっと待って、やばいやばいやばい。どうなってんのこれ。焦った焦った。はい。はい、仮面ライダー技術。じゃじゃーんってことで。早速ね、動き見ていきます。よっ。まず首。首横、この辺までですね。まあ、一周回るか。回ります、回ります。で、肩がこんな感じ。で、肘がこんな感じ。はい、で、手首のとこは、回りますね。ここが回る。で、ここの上半身は、この、一回転はしませんね。この辺まで。で、開脚。開脚がすごい、すごいな。ここまで曲がります。で、膝。あ、膝すげえ曲がる。ライダーキックしやすいですね。で、あとここ。つま先。でね、触ってる時にまたこのベルトが取れるというね。で、後ろはね、結構いいな、これ。いいっすよ。は
で、こんな感じの動きですね。ちょっとね、一応ほら、このブリスターに付属パーツついてるんで、これ持たせてみようか。ちょっとね、手変えてみますね。説明書あんのかな？説明書見ながら。うん。ここも稼働すんだ。ここ。足。ここほら、こんな動く。マフラー、アーマーガード。どれだ？あ、これだ。またベルト。ちょっと、このベルトがちょっと取れやすいな。アーマーガード。これ。こんな感じで。ここもね、稼働します。じゃ、このマグナムシューターつけたいんで、手首の D。手首の D を装着します。手首の D はね、これね、手首の D。これだな。これじゃない？これだよね。これが D と C なんで、右手につけようか。じゃあちょっとこれ。一旦ここ外してみて。毎回硬いよな。これじゃない。これ。装着。これがまた硬いのよ。ちょっと待ってね。ちょっと一旦止め。止めてからまた回しますね。はい。やば、バビった。今ほんとね、危なかった。すいません、ちょっとね、裏でやってたんですけど、このさ、この手のこの元が外れた。今危なかったですね。今頑張ってはめたんですけど、焦った。ちょっとこれ抜くとき注意してくださいね。これね、こんな今までフィギュアーズ何回も触ったけど、こんなこの元が外れるの初めてですね。ほんとね、注意してください。ちゃんと縦に、横にグーじゃなくて縦に取ってくださいね。ちょっとね、マグナムシューター、これ、つけてみますね。どうやってつけんだ、これは。先に、ここはね、元から取れたんですよ。こんな感じですね。こんな感じでマグナムシューターがつきます、はい、あとはね、手のパーツしかないんで、まあ、交換できるところといったら、まあ、ここだけです、はい、で次はね、ちょっとポーズ決めたり立たせたりしてお見せしますんで、アタップしたりね。なので、まあ、次のそのシーンもご覧ください。はい、立たせてみました。まだね、いつも通りなんですけど、回転テーブルにね、立たせました。このね、フィギュアーズはすごくバランスがいいんで、全然倒れないんで、普通にいい感じに立ちます。はい、バランスいいです。はい、ほんとね、これ初めてね、この最近の仮面ライダーニュージェネレーション系の買ったんですけど、ほんとかっこいいですね。このマグナムシューター持たすと本当かっこいいんですけど、最近ね、まあ、リバイスも見てて、で、技術もちゃんと見てるんですけど、本当ね、最近の、後ろのチラシは超いいサイズね。最近の仮面ライダーは、本当ね、物語しっかりしてマジかっこいいですね。ライダーキックっぽくしてきました。これ支柱がね、外国の支柱なんですげえ揺れちゃってるんですけど、
ね、あ、見た目は本当かっこいいですね。最高です。うん、支柱が最悪なんですけどね。でね、あの次はですね、アップでお見せいたしますけど、これね、アップで見ると本当にね、普通にあの、劇中でやってる技術そのままなんですよね。本当によくできてますよ、これ。ちょっとびっくりしました。うん、ベルトね。このベルトがね、ちょっとあの、オープニングで外れちゃったりしたやつなんですけど。まあでもね、ちゃんとはめ込むと外れないんで、まあね、普通にね、飾る分には全然 OK ですね。で、後ろ姿はこんな感じ。後ろもね、しっかり、あの、造形されてるんで、ほんとよくできてる。これ最高です、このフィギュア。はい。でね、フィギュアって最近あの、マーベルとかなんか、ね、その辺はなんか説明書ついてないんですけど、これついてたんですよね。なんか。これ横ですね。横の姿もね、ほんといいです、これ。うん。ちょっと気に入りました、これ、かなり。でね、この何、マグナムシューターつけてるポーズ、このね、このポーズめっちゃ気に入ったんですよね。このポーズでね、飾っとこうかなと思ってます。はい。ほんとお気に入りのフィギュアです。あ、これ超英雄祭。一応ちょっとね、チラシもらってきたんで、ほんとね、これ最高のライブ、初めて行ったんですけど、なんかショーをやって、ライブやって、なんかほんと盛りだくさんで、この、まあ、一応今年のライダーがギーツで、ね、スーパーセンターがドンボラだったんで、まあ、そのキャストがね、来てくれて、で、福くんとかも来てたんですよね。あの、ギーツで、最近、やっと変身できましたよね。夢叶ったみたいな感じで。で、普通に歌もね、あの、ゲスト、まあ、大黒摩季さんだったり、まあ、TM レボリューションだったり、めっちゃかっ、今回のね、高田久美さんもそうですけど、めっちゃかっこよかったですね。またね、来年もね、行きたいなと思います。ほんと最高のライブでした。はい。ぜひね、これも、配信でもね、あの、見たいですね、また。でね、これ持ってる、今持ってるライダーのフィギュアと一緒に並べてみました。はい。ね、アウレックスとゼクロスと、スーパーワンと、ブラックなんですけど。でね、あの、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。で、今後もね、あの、動画撮っていきますので、もしよかったらご覧ください。本日はありがとうございました。失礼いたします。